ベイブレード。ベイブレード X で遊ぶ際はスタジアムを地面に置き、シュート後は適切な距離を取りましょう。本編の前にちょっといいですか。ベイブレードの最新情報は BTube をチェック。ベイ生活をサポートしてくれるアプリもよろしく。それでは本編をどうぞ。どうもベイブレード開発チームの家永と高坂だ。ベイブレード。ベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。またベイバトルパスやアプリと連動、ベイバトルがデジタル連動でさらに面白くなります。詳しくはこちらの動画を見てください。10月12日土曜日、2つの商品が登場するんですが、今日紹介するのはこちら、UX08 シルバーウルフ 380FB。 よいしょ。はい、詳しく見ていきましょう。はい、ということで早速見ていきたいんですが、まずね、スターターということでワインダーランチャーが付属しております。これシルバーウルフということで、シルバーとブラックでめっちゃかっこいい色合いですね。はい、もうシルバーウルフに合わせたカラーリングにしております。はい、じゃあ早速ベイ見ていきましょう。はい、ということでベイはね、シルバーウルフ 380FB ということで、銀狼狼ですね、モチーフにしたベイブレードでございます。じゃあ早速パーツばらして見ていきましょう。じゃあまずはどれからいきますか。じゃあまずはラチェットからいきましょうかね、はい、ラチェットは380なので背が高く、今回ね3マイバー、弾きやすい3マイバーなので、上からの攻撃性能をサポートしてくれるラチェットになっております。こうね、モノトーンでまとめられてめっちゃかっこよくなっております。他のベイと組み合わせてもかっこいい色合いですよ。そうですね、ぜひ皆さんもねカスタマイズでも使ってみてください。次はどっちですか。じゃあ次はビットいきましょうか。はい、ビットは FB ビットでございます。 FB って新しくないですか。そうなんですよ、新しいビットで、こちらはフリーボールビットでございます。フリーボール、フリーっていうのは自由なボールってことですか。そうですね、まずフリーボールビット、スタミナタイプのビットでございまして、ボールということで小型のね、この球場の軸先でスタジアムをね、細かく動きながら相手の攻撃を避けて、さらに長く回りやすいビットになっております。そして気になるフリーの方ですね、この軸先と軸のちょうど間の部分ですね。通常ね、ボールビットなんかギザギザがあると思うんですけれども、このフリーボールビットはなんとそのギザギザがありません。これギザギザがなくなったら、これ何が変わるんですかね。通常のね、このボールビットしかり、まあ、ビットをラチェットに刺すと、このギザギザの部分とこのラチェットの2つの白い部分がね、干渉するんですね。それによりこんな感じでカチカチと回るときに音が鳴りながら、回るんですけれども、この、まあ、カチカチがあることでビットが空転しないので、まあ、エクストリームダッシュしやすいような構造に、ね、これなっているんですが、逆にこのフリーウォールビットはね、そのギザギザの部分がないので、ラチェットに刺して回すと、もうね、カチカチせずにもう滑らかにスルスルっと回ります。でこれにより通常ね、ギザギザがある、あの通常のビットはこのラチェットの白い部分と干渉してるので、摩擦が発生してスタミナロスが生まれたところを、このフリーボールビットは干渉しないことで回転のロスをなくして、より長く回りやすくなったビットになっております。つまりこれはダッシュの代わりによりスタミナを強化したという感じですかね。そうですね、めっちゃ強そうですね。はい、皆さんも使ってみてください。でも最後はもうブレードも教えてくださいよ。はい、ブレードはシルバーウルフでございます。3枚刃のスタミナタイプのユニークラインのブレードになっております。でもこれめちゃめちゃ見た目もかっこいいんですけど、はい、このなんかメタルの間から見えるエメラルドグリーンのプラパーツ、なんかすごい気になるんですけど、これどういうことなんですか。気になっちゃいますよね。はい、こちらね、なんと、いきますよ。あれ、え、フリーで回っている、回っちゃうんですよ。そう、さっきビット同様にこのブレードにはですね、フリー回転ギミックが仕込まれております。フリー回転ギミックってもうどうなっちゃうんですか。このフリー回転ギミックによって相手の攻撃が来てもトゥルンと稲しちゃうわけですね。これもちろん右方向にも左方向にもどっちもフリー回転でね、回るので、右回転のベイドが来た時も、左回転のベイドと戦う時も、どんな攻撃もトゥルンと受け流して回転を維持しやすい、ブレードになっております。でもめちゃめちゃユニークですね。ユニークラインなんでね、ユニークなブレードになっております。
そしてこれらを組み合わせできるのがシルバーウルフ 380FB。 フリー回転するブレードとビットを組み合わせてスタミナロスの低減に特化したベイブレードになっております。いやもうフリー回転も見せてくださいよ。わかりました。じゃあ今日はダブルエクストリームスタジアムを使ってバトルしていきましょう。バトルスタート。それではシルバーウルフのフリー回転で全部の攻撃を受け流しちゃいます。ティラノビートで弾き出します。いくぞ、3、2、1、コーシュ。おっと、大きく弾けた。さあティラノビートの猛攻を受けていくが、フリー回転場でいなしていなして余力を残してそのままスピンフィニッシュ。いくぞ、3、2、1、コーシュ。さあ水平シュートでエクスイメダッシュ。危ねー。しかしフリー回転場でいなしてティラノビートの攻撃いなしてのれんに腕を吸っているのはこのことです。そのままスピンフィニッシュ。いくぞ、3、2、1、コーシュ。さあ両者見合ってエクスイメダッシュ。おほー、カウンターバーストフィニッシュ。センターエリアが下がっていたことでラチェットに直接ブレードが当たり、そのままバーストフィニッシュ。シルバーウルフの勝利。ベイブレイ、いやー、どうでした、柳さん。いやもう勘弁してくださいよ。フリー回転で攻撃なしてスタミナ減らないでずっと待ってるじゃないですか。いやそうなんですよ。ぜひこの皆さんもね、このフリースピンを体験していただければと思います。改めましてシルバーウルフ 380FB は10月12日土曜日発売予定でございます。皆さんよろしくお願いします。そして皆さん、アプリの方はやっておりますか。やってますか。アプリではですね、レアベイをゲットできるチャンスがあったり、シュートパワーを測れたり、カタログでいろんなベイを見ることができたり、皆さんのベイ生活をサポートしてくれる、アプリになっております。まだやってないよという方はぜひチェックしてみてください。そして皆さん、アニメの方見てますでしょうか。見ますか。ベイチューブでもね、見逃し配信もやっておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そしてイベントもね、盛りだくさんでございます。盛り盛り。全国の B4 ストアでは G3 大会体験会、 B4 ストアカップ G2 大会もやっておりますし、ついに10月27日日曜日にはベイブレード X 最高峰の大会エクストリームカップ GP2024 の本戦が開催が決定しております。いいよ、はい、池袋サンシャインシティの噴水広場で開催を予定しております。全国の予選を勝ち上がった8人のブレーダーがですね、熱いバトルを繰り広げて1位になった方にはなんと100万円相当の商品も出てしまうということで、100万円。さらにですね、ジャパンチャンピオンシップ2024レギュラーのね、本戦の方も同じ日に、同じ会場で実施されまして、それぞれの1位になった方はアジアチャンピオンシップに日本代表として出場ができますので、ぜひね、誰が行くのかチェックしてみてください。さらに2つのキャンペーンを開催中です。参加方法などは公式ホームページをチェックしてみてください。そしてですね、当日は体験会とかコバルトドラグーン 260cc メタルコートブラックの販売も予定しておりますので、ぜひね、見に来ていただければと思います。それでは次回もお楽しみに。 3、2、1、ゴーシュ。バイバーイ。ゲームもよろしく。ブレーダーの聖地 X シティ、俺たちが目指すのは X タワーの頂上だ。ベイブレード X、毎週金曜夕方6時25分から放送中。ゴーシュー。